はい、こんにちは。今日は最近買ったあるアイテムをご紹介しようと思います。僕はダイエットのためにちょうど1年ぐらい前からですかね、毎日縄跳びを跳んでるんですけれど、だいたい1日20分から、まあ、長くて30分ぐらい、回数でいうと2000回からまあ4000回の間ぐらいですかね。それが毎日毎日続けていると、だんだん普通の縄ではなんか軽くなってきちゃってですね、あんまりこう体に効かないということを感じてました。ということで、じゃじゃん、最近買ったこのジャンプロープ、ヘビージャンプロープ、今日はこれをご紹介しようと思います。それでは開けてみようと思います。じゃじゃーん、まあ、ロープめちゃめちゃ太いでしょ。これロープだけでだいたい1キロぐらいあるロープなんですよ。ここのグリップの中にはベアリングが入っているので、まあ、スムーズに回るって、まあ、そういうタイプになってますね。これ似たような商品でほぼ見た目同じなんですけど、ここが完全に固定されているタイプがあって、それだともうなんかこのグリップの部分が簡単に壊れちゃったり、もしくはネジが緩んで飛んでいっちゃったりするみたいなんですね。これちょっと要注意ポイントです。いつも使ってるロープこれでしたから、もうちょっとあまりにも違いすぎてちょっと唖然としますけどね。では実際に飛び比べてみようと思います。まずはこれまで飛んでいた普通の縄ですね。50回飛んでみました。では次はこのヘビーロープ飛んでみます。初体験です。同じく50回飛んでみました。めちゃめちゃ効きますねこれ。まず息が切れるのもそうなんですが、とにかく縄の重さで腕が持っていかれるので、腕から上腕肩にものすごく効きます。これちょっとすごいです。はい、いかがだったでしょうか。めちゃめちゃ重いですこの縄。ヘビージャンプロープという名前にもう本当に偽りなしですね。これならもう多分5分も飛び、まあ、まだ飛び続けられません。5分飛び続けられるようになれば、きっと肩周りから上半身はもうバキバキになると思います。ちょっとダイエット目的、そういう意味で言うと長く続けられないので、ダイエット目的にはならないかもしれないですね。いつも飛んでるロープですと、まあ、30分連続でインターバル全くなしで飛んだとしても、そんなに息切れないんですよ、もう最近は1年飛んでますんで。
それが今この縄は50回飛んだら結構来ました。もうそれだけでもかなり息が切れます。それぐらい負荷が高いということですね。ちなみにこのロープ、長さがロープ部分だけで270センチだそうです。私の身長が178センチ、まあ、飛んでみた感じ若干長いかなという感じはありますが、まあ、十分飛べるレベルです。だいたいこの長さの感じを私の身長で参考にしてみてください。今回のこのレビューはプロモーション一切なし、もう完全に私の趣味で買ったものをレビューしていますので、ぜひ素直なところで参考にしてみてください。他の人のアマゾンとかのレビューを見ていると、どうやらアスファルトとかコンクリートで飛んでしまうとすぐに傷がついて、なんか簡単に切れちゃうんじゃないかという心配があったようですので、できれば何かしらマットの上で飛んだ方がいいんじゃないかなと思います。はい、それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。